はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店キママチャンネル S クラフトの新原です。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はこちら千葉の、ね、九十九里海沿いにある弊社のモデルハウスからお送りしております。過去の動画で何本もね、このモデルハウスの動画をアップしていますので、ご興味ある方はぜひご視聴ください。さあ、今日の動画はズバリモニター募集に関する動画になります。長いゴールデンウィーク期間も終わり、これからマイホーム計画に向けて動き始めるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですね。ただ昨年から始まったウッドショック、さらに今年ロシアとウクライナの戦争が始まったことで、原油高騰だったりとか、いろんなところにその余波が来ていますよね。そして住宅で使われている木材はもちろん、建材、窓、アルミサッシなど全てが値上がりしている状況にあります。つまり以前と同じ感覚で住宅を建てようと思っても、その住宅は建てられないということですね。そうすると今は住宅の建て時ではないんじゃないのかと思う方もたくさんいらっしゃると思います。しかしこの住宅業界ですね、これからさらに建材、水回り設備、そういったものの値上がりがもっと進んでいきます。ということで弊社では、これからマイホームを建てようと考えている方に対してモニターキャンペーンをスタートいたします。どんなキャンペーンなのか、もうすでに映っていますよね。奥にあるオリジナル L 型カウチソファーセットですね。このテーブルと L 型のカウチソファー、そしてさらにこちらですね、4人掛けの赤松ダイニングテーブルセット。弊社のこの建物ね、赤松の床材などを使っていて、これと同じ材料で全部オリジナルで作っているものですね。モニターキャンペーンの間にご応募いただいて、この建物を建てられる方にはこのダイニングテーブルセット、そして L 型カウチソファーセットをお付けいたします。それではモニターキャンペーンに関する詳細をお伝えしたいと思います。1つ目、2022年7月末までにこの無垢材平屋スタイルの建物をご契約いただける方ですね。2つ目、千葉県内で建築をされる方です。3つ目、工事中の構造見学会、そして完成してからの完成見学会、この2つにご協力いただける方です。さらに完成見学会では、このように家具や家電、雑貨などをレイアウトして見学会を開催します。その完成見学会の期間を1ヶ月ほどお貸しいただける方ですね。2022年7月末までにご契約できる方、千葉県内で建築可能な方、工事中の構造見学会、完成してからの完成見学会、さらにプラスそこで1ヶ月間ぐらいお貸しいただける方、これに当てはまる方はこのモニターキャンペーンの応募資格があります。現在2022年5月なので、7月末というとね、もう3ヶ月弱しかないんですよ。なんでそんな短いのかというと、さらに秋口になると住宅業界の価格はね、もっと上がっていくと思われます。先行きが見えない中、弊社でできる今最大限のことっていうと、その7月末までっていう区切りになってきます。実際新築工事が始まってどれぐらいでお引き渡しになるのか、基礎工事期間で約1ヶ月かかります。そして建物の本体工事で約3ヶ月、計4ヶ月かかるといったイメージですね。建てる建物に関しては、どのような建物の大きさのものでも OK です。無垢材、自然素材で建てるこの建物が限定になっています。では改めてこちらのモデルハウスをね、久しぶりにルームツアーしたいと思いますので、イメージを膨らませてご視聴ください。はい、こちらね、リビングですね。リビングにはこのような吹き抜けがあります。吹き抜けがあって、上にはしっかりとね、ロフトがあるといったイメージですね。リビングの広さは奥まで19畳あります。まあ、ここのスペースだけで言うと17畳なんですね、 LDK で。キッチンの脇にはこのように通路があって、この通路部分も入れると19畳という形になります。キッチンの方から見るとこのような感じですね。リビング非常にね、開放感あります。そしてキッチンはタカラスタンダードですね。こちらは標準になりますけど、グレードはいろいろ選べます。そしてこちらのカップボードですね。
ここまで、ここから奥までが標準でついてくるイメージだと思ってください。つまりこれはオプションでつけることができます。下のフロアキャビネットは当然ながらね、このように引き出しになっていますね。引き出しですね。そしてこちらのモデルハウスの一番の特徴というと、キッチンからそのまま続く動線ですね。このようにまっすぐ行くと、ここにトイレがあります。トイレの床も無垢材なんですけど、こちらとは違うコーティングをしています。ウレタンコーティングをしています。そのため水はじきもいいですし、汚れにくいというものですね。こちらは手洗いですよね。そして間接照明がこのように入っています。さらにこちらですね、壁埋め込み収納ですね。壁に埋め込まれているので出ているのは5センチほどだけど、中を開けるとこのようにトイレットペーパーがしっかり入るといったものになります。入り口の扉は当然ながら全て引き戸ですね。引き戸の扉がついています。このような感じですよね。はい、こちらをそのまま進むと3畳の洗面化粧室ですね。脱衣洗面室、こちらもついている洗面化粧台はタカラスタンダードですね。ただしグレードはね、ちょっと上のものがついています。収納力抜群ですね。そしてこちらですね、ユニットバス、一坪タイプのユニットバスがついています。これは標準ですね。標準で選ぶとこのユニットバスがついてきます。ただしこの浴室暖房ですね、これはオプションになります。1階はこのようにぐるっと回ってですね、リビングを通ってこちらに行くと玄関ホールですね。このシューズボックスはこのような形になっています。いろいろ組み合わせはできます。そして下の足元間接照明ですね、これは当然オプションになっております。さらに言うとこちらの玄関手洗いですよね、この手洗いもこれはオプションになります。意外につける方はね、今のところいらっしゃいません。そしてこの引き戸を開けると、寝室はこのようにね、非常に落ち着いた空間です。7畳の寝室ですね。床材は霧の渦作りという作りになっています。触るとこの木肌を感じるようなポコポコとした感じですね。ベッドの上にあるこの背面カウンター、これはオプションになります。あれば、まあ便利は便利というものですね。で、寝室のここですね、扉の上にあるもの、これは欄間ですね。こちらを開けておくことで、この引き戸を閉めておいてもしっかりと空気の循環をしてくれます。つまり冬場であれば暖かい風もここから入ってくると。そして寝室からそのままですね、こちらに来ると3畳のウォークインクローゼットがあります。棚の位置や棚の高さなど、そういうのは全部オーダーで対応しております。もちろんね、壁、天井、床、すべて霧で仕上がっています。これは標準ですね。先にお見せするとですね、この玄関ホール入ってくるとリビング、こちらにありますけど扉はありません。扉がなくても向こうが見えないような工夫をしています。そしてこちら正面のこのルーバーの折れ戸を開けると、ルーバーになってるんですね、換気できるように。ルーバーの折れ戸を開けるとしっかりと奥まで階段下収納が広がっています。こういった部分にね、このモデムとかルーターを持ってくると非常にいいんじゃないでしょうか。玄関ホールからリビングに入ると、このようなイメージですよね。もうおなじみですよね。しっかりとこのような空間が広がっております。リビングにはこのようにね、飾りの帯が付けられています。そしてこの飾り棚ですね、ニッチ、これをつけるつけないは別として、あればいろいろ活用できますというものです。そしてこの冷蔵庫の脇にあるこちらのスペース、今はこの書斎として使っていますけど、こちらは本来であればパントリーになるスペースですね。上からロールスクリーンをつけて隠してあげれば食品を入れといても見えないと。そしてキッチンからそのままこちらの階段を上がっていくと、はい、こちらがね、おなじみのロフトですよね。
ロフト 14.5 畳になっております。前回の動画とね、模様替えしたのでだいぶイメージ変わってますよね。とにかくこの建物の一番の特徴は、このロフトの空間をしっかりと作れるというところですよね。ロフトからリビングを見下ろすと、このようなイメージになっています。そしてこの建物にはエアコンがあそこの1台だけしかついていないと。それでいて、真夏でもこのエアコン1台で家中を涼しくしてくれます。さらに真冬でもこのエアコン1台で家中を暖かくしてくれると。奥にある部屋はですね、防災用品なんかをしまっている場所になります。さあ、いかがでしょうか。この空間、なかなかね、他社さんだと見られないような作りになっています。そして現在夜の撮影をしていますけど、このように照明の色合いはね、全て統一しています。白い電球を使っていないんですね。このように暖色系の照明だけを使っていることで、この温かみのある雰囲気が生まれております。これから住宅を建てようと思っている方、本当にご注意が必要です。今後住宅業界の価格ってもっと上がっていってしまうんですね。これは間違いないと思います。住宅を建てる時期は一番いつがいいのかっていうのは非常に難しいと思うんですけど、私たち建築側の方で何かこうサポートできる部分があるとすれば、キャンペーンなどをうまく利用して負担部分を軽減するということなんですね。資材の原価、人件費が高騰している中で売価を下げるっていうのは、単純に利益を圧迫するだけであって、それは会社としては当然よろしくないんですね。であれば、このように普段から取り扱っているオリジナル商品、まだまだたくさんあるんですけど、今回はダイニングテーブルセット、 L 型カウチソファセット、こちらをお付けしたいと思います。では最後に、このモニターキャンペーンにご興味ある方、もちろんね、じゃあ建物の価格っていくらぐらいなのっていうところからだと思うんですよ。そういった方は概要欄にあるホームページもしくはメールアドレスからお問い合わせください。このモニターキャンペーンに関する動画は今後もね、情報をさらに加えてアップしていきたいと思います。